ローテンブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクス先州北東部のローテンブルク軍に属す市で、ブレーメン、ハノーファー、ハンブルクの間、ビュンメ川沿いに位置する。ローテンブルクは、リューネブルガーハイデ西端の砂地、ビュンメ川、ビーダウ川、ローダウ川の3本の川が流れる低地に位置する。ローテンブルク周辺には広い森、自然のままの湿地、グローセブレンコ。 クライネ・ブレンコがある。現在の町は、西のローテンブルク城の庇護下に成立した。この城は、ブレーメン大司教が築いた近隣のオッタースベルク城に対抗するために1195年頃に、フェルデン司教ルドルフ一世が建設したものである。名前の由来は明らかではない。学問上は、ロダンガズバーグ、または、ロテンブルクが語源であるとされる。 フェルデン司教及び、フェルデン三次会に属するオーテンブルクは、しばしば司教の居場として利用された。15世紀の初めこの町は特別な自由権を得て、ウィッチビルド体制を取った。この時の市長と三次の名前は文献に記録されている。ウィッチビルドは、後に、フレカインとその名称を変えた。1500年頃にはこの町は、 死壁と指紋で守られた市場が開催されるフレッケンにまで成長していた。16世紀以降、ローテンブルクが周辺教区の首優としての機能を果たすようになったことが証明されている。また、行政管区の役所が置かれていた。これが現在の軍の原型となった。1566年、エーバーハルトフォンホレガルター派の協議に基づく宗教改革をもたらした。 フェルデン司教とオスナブリュック司教を兼ねたアルターハ領主、フィリップ・ジギスムント・フォン、ブラウニシュバイク・ボルフェン・ビュッテルは16世紀末に、城塞を壮麗な城間に作り変えた。その礼拝堂には重要な芸術家、ルート・ビヒミュンスターマンのパイプオルガン全面館が、据え付けられた。この城は1626年に、ティリー博の軍勢によって一部が破壊された。 30年戦争終了後、フェルデン司教の領主権とローテンブルクは世俗化され、スウェーデンの統治下に置かれて、フェルデン公領と名前を変えた。この時代の新しい領主は、上官の残存部に、主城であるシュターデを防衛するための外城として、近代的な防衛施設を増設した。この防衛施設建造のために、町の西部が破壊され、 これによって、居住地域は東に移動しなければならなかった。地区協会も破壊され、現在の市協会の場所に移転した。1675年から1676年のスコーネ戦争の新生ローマ帝国諸公と、デンマークとの連合軍によるローテンブルク出兵でこの地域は占領され、1679年の終戦まで、その占領下に置かれた。 1679年のサンジェルマン条約により、再び、スウェーデン領に戻された。防衛施設は1680年頃までは、機能していた。その後メインテナンスがなされず放置され、やがてその建造物は取り壊され、一部だけは、近代的な施設に置き換えられた。1843年に、最後の支配が撤去された。この場所には、 現在、郷土博物館の建物が建てられている。1626年から1835年までの間にこの町は7回火事に見舞われた。これにより古い村落時代の建物は消失し、残されていない。スウェーデンによる統治は1712年に、デンマークに占領されるまで続いた。1715年、ローテンブルクは、 フェルデン工業と共に売却され、ブラウニッシュバイクリューネブルク線定工業の一部となった。1866年のプロイセンによるハノーファー併合に伴いローテンブルクは、プロイセン王国ハノーファー州の一部となり、ローテンブルクインハノーファーと名付けられた。この頃ロール鉄道ブレーメンハンブルク線の、付設工事が行われ、1874年に開通した。1880年には、 現在も存続している精神障害者施設、ロテンベルダーベルケデアインネレンミッションが設立された。エリーゼ・アファーディークによって創設された、プロテスタントルター派の婦人社会奉仕施設ベテスラは、その本部をハンブルクからローテンブルクに移転し、その建物内に病院を開設して、ローテンブルク市民や市内で働く人々の治療に当たった。これが、 現在のディアコニー病院である。長らく、フレッケンであったローテンブルクは1929年に都市圏を得た。第三帝国時代には、ローテンブルクに住んでいたユダヤ人は、例えば商人コーン家のように、その大部分が追放され、殺害された。第二次世界大戦後、プロテスタント信者が人口の90%以上を占めていた。この町にも、主霊寺園や、 東プロイセンからの難民たちが体制定住したためカトリック人口が増加した。1961年には生態協会は新たな協会堂を建設した。この他にも中屯地やディアコニー病院でも新しい建物が建設された。それまでは市内に自作の地を持つ市民もいたが、この町のそうしたキャラクターは急速に失われた。 そして多くの新興住宅地や学校が建設された。1969年5月16日に首都軍は、その名前を、ローテンブルク・イン・ハノーファーから、ローテンブルクと改名した。1977年にこの都市は、軍域再編により拡大した、ローテンブルク軍の軍庁所在地となった。 ローテンブルクは2006年のサッカーワールドカップの際にはトリニダード・トバゴ代表チームのホスト都市となった。ニーダーザク選手の行政改革に伴い、1974年にムルムスホルン、ウンターステッドバッフェンゼン、ボルヒエルが合併した。これにより、地域面積は98.81平方キロメートルとなった。ローテンブルクは、 伝統的に、プロテスタントルター派が優位である。この他に、生体協会にローマカトリック教会組織の本部がある。ローテンブルクには、福音派自由教会、自由福音派教会、エホバの証人、新首徒派教会、シオン教会、セブンスデーアドベンチスト教会がある。さらに風ン通りのアヤソフィアモスクに本部を置く、イスラム教会もある。このモスク組織は、 ブレーメンイスラム連盟に属している。再建されたコーンナヤが1938年までローテンブルクに住んでいたユダヤ人を想起させる。ローテンブルクにはイムカースフェルト外区にユダヤ人墓地がある。ローテンブルク市庁舎、ゲーテ通りの旧薬局の織物製造、自動車産業を下請け、建築資本、流通業といった分野の有名企業がローテンブルクに、 進出している。また、ローテンブルクは北ドイツ最大の造園業者である、ファーマグルーの本社があり、約380人が働いている。この町は、全国的に重要な障害者施設があるサービス業の町である。また、ディアコニー病院は、従業員数1500人の北ドイツ最大の病院の一つに数えられている。ローテンブルクには、連邦軍が所在する。 陸軍航空部隊撤退後、整備、輸送、通信部隊が配備されている。連邦軍の編成改革により、第一通信大隊は、第一通信連隊となり、以前同様派のオファーの第一戦車師団の会に位置づけられている。この弊社は1964年にレント弊社と名付けられた。ローテンブルク飛行場は、現在民間に供されている。 この飛行場には、これに加えて、技術救護連盟が駐在しており、連邦軍時代の遠平号を利用している。道路連邦道 B71、75、215、440号線が、市内を走っている。ローテンブルク駅鉄道ローテンブルクには、幹線鉄道ハンブルクブレーメン線の駅があり、民電駅のローテンブルクフェルデン線との乗り換え駅となっている。 ブレーメンエスバーンモーへの接続は初期の計画とは異なり、現在の計画には含まれていない。この他に、ェンを経由してブレーマーフェルデへ向かう貨物路線がイブビーによって運営されている。やはりイブビーに属していたブロッケルへの鉄道は2008年に撤去された。航空、ローテンブルクはルーネシクに連邦軍から移乗された。 広さ64ヘクタールの飛行場を有している。ハンブルク、ハノーファー、ブレーメンの中間に位置する交通飛行場として、離陸重量5.7トンまでの飛行機が利用している。滑走路の長さは806メートルである。飛行場の ICAO コードはエドクスクである。いずれもローテンブルクでなくなった。ありがとうございます。